江戸時代に描かれた甘びこの絵の一例。日ご国熊本に現れ、海中に住む甘び子というものだと称した。豊作と薬病の流行を告げ、自分の姿を描いたものを見れば、病に合わずとも語ったという文が一緒に書かれていたという。甘び子、または、天彦入乳道、ニビコ乳道は、日本に伝わる妖怪。海中などから出現をして吉祥にまつわる予言メーター。 ことを言い残したとされる。天びこは、江戸時代後期から明治中期にかけての資料や、新聞記事などで確認されている妖怪で、絵と文が一緒に書かれた形式で、人々の間に広まった噂話、風説として記録されたり、根拠不明あるいは時代遅れの迷信として、報道されている。その内容の多くは、異様な生物のような絵と、絵に示された存在が、人間の言葉で、 自分の名前や人間の大多数が死に絶えることあるいは豊作や薬病が発生することそして自分の姿を書き記したものは難を逃れることができることを告げて去ったということを記載している。海に怪しい光を放って出現したと設定されている例が多く見られ、これは河原版などに見られる、同様の妖怪たち海出人やアマビエアリエなどとも共通しているが、 猿の声を発して人を呼ぶと書かれている場合もあり、これなどはアマビコに見られる特徴である。アマビコについての資料に見られる内容の主な共通点には以下のようなものがある。ただし、それぞれの資料に直接の前後関係があると見られる例は少なく、元となった情報の違いや書写される過程での誤写などから、それぞれの部分は欠けていたり異なっていたりする箇所も多く、 絵の細部の描き方も含め完全に一致するものは少ない。天彦のような存在が描かれ始めた正確な発生源は不明だが、書者された年代を明確にできる古い例には、青窓気分や長崎会議書館の写しなどに書かれている、天保14-15年にかけての天彦の書者例があり、これらには天彦の共通点はほぼ全てが含まれている。 天保15年に書写された同様の例には雑書流に描かれた天彦が2020年に確認された。また、越前国主記に描き記されている天保15年越後国に出たと語られている海彦も三本足の獣のような絵が描かれているが、今年、日本の七割の人々が死ぬ、しかし我が形を見た者は死から逃れることができると告げたとされる。一方、 その出現については、海中から出てきたとしか描写されておらず、光を海中から発したことについて、捜査に出向く武士の存在や方策についての予言は、話の中に含まれておらず、書者系統は異なるものではないかと考えられる。海彦の例では、海、到達都市と江戸が復帰されており、出現の年、天保15年と確定することが可能だが、 他の例の年次はあくまで資料そのものが出社された、報道された年次であり、本文でのアマビコ目撃の話の中にその年月日が明記されていることはない。新聞報道に見られる例のように、それを販売、配布する存在がいた点を考えれば、どのアマビコの例も印刷物や情報が出回った年が、出現をした年、予言内容の始まる年として授業されていたとも言える。 明治15年に郵便放置新聞に掲載された記事には、藩市にすられた甘びこのすり物が、本所地域に出回った報道に付け加えて、そのすり物の原版は、安政5年に江戸の市中で路上販売されていたすり物をそのまま用いたものだったと報じられている。比較してみると、このすり物の内容は、 天保十四の十五年の例とも非常に近く、安政年間に印刷されていたという例も、天保年間のすり物が再利用されていた可能性が非常に高い。ニビコの肉筆が熊本県の海に現れ、豊作と薬病の流行を告げ、自分の姿を家の中に貼っておけば、山難を免れるとも語ったという文が一緒に書かれている。湯本号一は、明治妖怪新聞にて、 明治時代の新聞報道に取り上げられ、予言を告げたとされる妖怪の描かれたすり物についての話題を登場する妖怪の名称や内容の共通性から、それまで予言をした妖怪として知られていたアマビエは、アマビコの類型の一つ、名称のごきれいだったのではないかと指摘しており、以降、アマビコについての各種資料は一定のまとまりをもって考察されるようになった。 湯本号一による、言及以前には、アマビコについての資料の紹介は、ほとんどされておらず、アマビエのみが知られていた。名称については、漢字表記も一定ではなく、アマビコと称されているものが、どのような存在であるかを象述した、当時の資料も不足しているため明確にわかっていない。アリエやアマビエなど内容がほとんど一致するが名称が、 若干異なっている例も確認されるが、名称の多くは、アマビコで共通していること、語られている内容や形式がほとんど一致していることから、アリエやアマビエを含めた存在は同じものであると考えられる。海で光を発するなどの特徴は、同様の電波形式や予言要素を持つ他の妖怪の文中にも、ほぼ同様のものを見ることもできる点から、 名称や居姿が異なる妖怪との比較も行われている。猿のような形でありながら、海中に住んでいる妖怪であるという不自然さは、魚や竜蛇の姿で描写される、神社姫、姫魚などの要素を引いたものである可能性があるとも指摘されている。アマビコ、あるいはアリエ、アマビエをはじめとした妖怪たちについての情報は、河原版や風文の記録、 あるいはその内容についてを報じた新聞などに残されているが、すべては、絵と文による共通した構成に則っ,ったものである。出現したとされる国名以外の情報が曖昧な点、遭遇したとされる人物名がほとんど変わらない点からもわかるように、ほとんどの資料例は同一の素形が散発的に再生産されたものであり、出現についての情報単体のみが切り離されて、甘びこが 予言などを抜きに、知識や地域の伝説集などで、具体的に語られている例も見られることはない。このように、予言を含む上と文という文脈以外の場で、アマビコたちを、想像上の存在あるいは、新規な生物の一つとして語られている例は見られず、河原版などが何を展挙に発想を得て、アマビコという存在を提供し始めたのかについては、不明な部分が多い。ありがとうございます。